はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の解と係数の関係丸1をお送りします。でね、前回までは判別式のやつをやってきたんですが、ここから解と係数の関係ということでタイトルが変わります。で、ここまで聞いてうんと思った方もいるかもしれないんですが、声がちょっとおかしくてですね、喉をちょっとおかしくしてしまって、で声がおかしいのと咳がちょっと途中出てしまうかもしれないんですが、聞き苦しいところあると思うんですけど、今からねやっていくんでお付き合いください。で、今回は珍しくポイントがあります。ポイントの中に3つあって、で、外の問題も合わせると全部で8問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、ポイントから全部埋めていきますんで、聞いてもらえたらと思います。では、ちょっとね、こんな感じになっておりますが、今からね、説明していきますんで、どうぞよろしくお願いしますごめんね。よし、じゃあ行きましょう。で、まずポイントからいくんですが、今回二次方程式AX2 乗プラス BX プラス C イコール0という式があるとします。つまり X2 乗の係数が A、 X の係数が B、 そして定数項が C なんです。で、こういったね、二次方程式の解が2つ出てくるでしょ。で、答えが出てくる、その答えを αβ とします。今αβ、その2つの答えをね。で、その時その2つの答えを足した α+β、そして2つをかけた αβ があるものと一致するということが決まっています。で、これ必ず覚える。まず、足した方。α+β は、マイナス a 分の b です。つまり、マイナスがつきますけど、ここの数字。まあね、一応係数、数字分のここの数字となるんです。マイナス a 分の b。で、次がかけたもの。答えをね。αβ は、A 分の C になります。これね、確実に覚える。結構間違いやすくって、あれどっちが A 分の B だっけって間違ってしまったり、どっちがマイナスだっけって結構間違えてしまうので、足す、ここね、足し算の方にマイナスがつきます、ね、で、掛け算の方はプラスになります。で、もう一個、これはね、ちょっと先で使うものなんですけど、一緒に覚えちゃってください。 AX2 乗プラス BX プラス C、 これね、つまりこれを因数分解すると、その答えをね、これを使うと A カッコ X マイナスアルファ A カッコ X マイナスベータと、これが成り立ちます。 AX2 乗プラス BX プラス C と、これ因数分解すると、ここね、この A が先に出てきて、後ろに X マイナスアルファ X マイナスベータとね、こうやって因数分解できるっていうのを覚えておいてください。今回は使わないんだけどね、最後に関しては。で、下の問題は、次の二次方程式の2つの解の和と積を求めようということなので、2つの答えね、解。答えの和ってこれのこと、足したものだから。で、積はこれのことなんで、もうもろにこの2つを使って解くだけです。だから、まず4番。x2 乗プラス 3x マイナス5。足したものはマイナス a 分の b です。で、a は書いてないけど1があるから。で、b が3なのでマイナス1分の3。だからマイナス3となります。で、積の方は a 分の c です。a は1、c はマイナス5ね。だから1分のマイナス5になるからマイナス5と。こういう風にやってください。で、次。まあ、図と同じだね、やり方は。まず、和からいきましょう。和は、マイナス a 分の b です。マイナス、マイナス5分の1になります。で、これ、一応書くか。マイナス、マイナス5分の1となるので、ここ、プラスプラスにしちゃって大丈夫です。ね。なので、5分の1になります。和はね。で、積は a 分の c なんで、マイナス5分のマイナス2、つまりマイナスマイナスになってるから5分の2となります。で、次6番。で、次に関してはちょっとね、後ろ前2問と違うんですが、何が違うかっていうと x がないんだよね。bx の部分がない。で、そしたら b は0だと思って計算してください。だから、まず
和の方はマイナス a 分の b、 もう b が0って分かってるから a がどんな数字だろうと絶対0になります。で、積の方は a 分の c、 これが a、 3ね。で、 c がマイナス9だから3分のマイナス9、約分してマイナス3とこうなります。で、次この問題なんですが、これこのままとできません。だから展開をしてちょっと整理をします。で、展開って配ると 6x マイナス 2x 2乗になるんだけど、こう x 2乗先に書いてほしいので、マイナス 2x 2乗プラス 6x イコール0とこうなります。こうしてから解きましょう。だから和は a、 これマイナス a 分の b です。で、マイナスマイナスになるからプラスに変わるでしょ。で、 a 分の b 2分の6だから約分して3になります。で、積の方なんだけど、これ c がないんだよね。今回定数項の部分がないんで c は0です。だから c が0って分かってるから a がいくつになろうとも積は絶対に0になります。いいね。で、最後ちょっとね、分数になるとめんどくさいんですが、まあやることは一緒です。で、この問題和が、ちょっとごめんね、インクが出なかったね。和が a 分、おい、マイナス a 分の b です。だからそのまんま書くとマイナス3分の4分のマイナス2となります。普通に書くとね。で、まず今までと同じようにマイナスマイナスがね、2個あるから、こうやってプラスに変えちゃいましょう。で、この3分の4分の2ってなった時、まあ俺よく使っちゃいますけど、分母に分数があったらひっくり返してかけちゃえばいいんですよ。こうやって2かける、ひっくり返してかける。で、これ結局これ約分すると2分の3になります。2分の3に。で、なんでひっくり返してかけれるかっていうと、これ結局5分の3ってさ、3割る5だよね。これ小学校でやってるんですけど、上割る下だと、ね、分子割る分母になる。だから同じようにやると2割る3分の4になる。こうやって2割る3分の4。分数の割り算っていうのは後ろを逆数、ひっくり返すことで掛け算に変えることができるから、結局こうなるんだよね。そう、だからよくね、分母に分数が来たらひっくり返して掛けちゃえばいいとよく言っちゃうんですが、まあこうやって計算してください。でもう一個、積ですね。急にインクが出たな。で、積に関してはもうね、 a 分の c なんで、これ分のこれになります。で、これはあのね、普通にやってもいいんですけど、あ、まあ普通やっちゃってもいいかな。あ、でもいいや、a 分の c だからこれ使っていこうか。結局 c 割る a でしょ。なので c 6分の5割る a です。で、結局さっきと同じで掛け算に変えるから、で、3分の4ひっくり返して4分の3になる。で、ここ約分して、つまり8分の5と、よいしょ、ちょ、ごちゃごちゃ、これ全部は線引くの忘れちゃったね。一応引いとこうか、これ、よいしょ。と、あと青ですね。あとが、出てなかった。ここと、ここ。で、あとが、よし、こんな感じですね。なので、やってることは全部同じです。もうこの公式ね、ここの部分を覚えておけば特に問題はないです。ただ、まあ、テストの時とかはね、あの中間期末であれば、こういう分数の問題もね、ちょこっと出てくると思いますので、まあ、こういうもったいない計算ミスだけ気をつけてもらえたらと思います。で、あとセットで今回使ってないんですが、これ後で出てきますので、ぜひね、これも覚えておいてください。では今回は高校数学数2の解と係数の関係丸1をお送りしました。ごめんね、今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。俺って言っちゃってありがとうございました。で、このタイトルちょっとしばらく続きます。なのでね、まあ、次回丸2また撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。